現職警察官による痴漢と教育実習生殺害。矢上は同じ日に起きた2つの事件を同時進行で追っていく。だがそのキーマンである江原明宏と対峙した直後、何者かによってある動画がネット上に公開された。そこでは罪を免れた者の首を鋭い復讐の刃が切り裂いていた。沙織さん、また江原に会いに行かない？殺人動画が本物かどうか直であいつにぶつけてみたい。ええ、そうですね。私もそう思って。すみません。これで、何これ、知らないってさ、びっくりするよ。拘置所からです。何これ、怖って。え？もしもし。ええ、白崎です。ああ、いえ、大丈夫です。拘置所から電話って。何ですかね。わかりました。わざわざありがとうございます。拘置所の職員さんでした。江原から私たちへの伝言を託されたそうです。伝言って？それがもう弁護人との接見には応じない。おい、ずるいぞ。なんだって？来るだけ時間の無駄とも。どうやら江原は拘置所の中にいながら状況をすべて把握しているようですね。どういうことですか？多分だけど、例の殺人動画を昨夜ネットに流すってことはあらかじめ決められてたんだ。江原もそれを仲間たちから聞いていた。ってことなら、これから俺たちが接見に向かおうとすることも予想できる。ええ、私もそう思います。それは現役の警察官ならではってことですかね。なんというやってくれるな。面白くなってきやがったなあ、タボ。ああ、けどさすがに出鼻をくじかれたな。そうですね。今真っ先に話を聞きたいのが江原なのに。こうなるとどこに手をつけたらいいか。ん？おいおい、江原に会えなくたってやれることはあんだろ。なんかあるのかや。何ですか？例えば。それは今うちの沙織君が答えてくれる。もう明らかにしてくれよ。なんだそりゃ。私がまず気になるのは、三越場を殺害したのが動画の通り江原本人だったかどうかです。これまで痴漢というアリバイがある江原に三越場は殺せないはずでした。でも殺人動画はその前提を根底から覆す内容です。そうね、フェイクじゃなかったらそういうことだもんね。つまりそのアリバイか殺人動画かのどっちかが作り物ってことになる。痴漢のアリバイか殺人動画か、俺らが今疑うべきはどっちだ。でもつくもがこれはフェイクじゃないでござるなって言ったってことは、かなりフェイクである可能性低いんだよな。そう考えるとやっぱ痴漢のアリバイっていうか死んだ時間の方なんじゃないのか。両方とも真実だ。痴漢のアリバイじゃないんじゃない？どっちかっていうと死亡推定時刻はおかしいんじゃないか。いや、もしかして両方とも真実ってことはないか。痴漢のアリバイも殺人動画も。ですが、例えば殺人動画が本物であれば、江原は横浜で三越場を殺害した後わずか13分で池袋駅にいなければなりません。すごい走った可能性ない？偉人町から池袋までだいたい30キロぐらい、時速140キロで移動すればいける。どうでしょう、江原は帰り血を浴びたレインコートを着替えてますし、13分という時間はもっと短く見る必要があります。一回グラウンドに呼ばない？江原、しかも通勤ラッシュ時に都内での移動です。すげえ足が速いかもしれない。現実的とは思えません。うん、よし、いいぞ。両方とも真実っていう可能性は忘れて良さそうだな。大きな前進だ。あきら、そんな目で見ないでくれ。何でも前向きにはいいってもんじゃねえぞ。そうか。じゃあどっちかが本当に違うってことなのか。死亡推定時刻はもう完全に合ってるってことなのか。痴漢のアリバイつったってな、だって実際に捕まってるもんな。そう考えると殺人動画なのか。じゃあ殺人動画の映像には何かしら加工されてるはずだ。
犯人の姿に江原の顔を合成したとか、全部 CG だって可能性も。それが一番腑に落ちるよね。八神さんは殺人動画の方を疑うということですね。だとしたら何をどう調べりゃいいんだ。そうだな、そいつはつくもが頑張って調べてくれるだろうから、俺らは別の可能性を疑ってみるか。すると答えは一つですね。俺は痴漢事件をもう一度疑ってみたいな。裁判で有罪判決が出た時、誰もこの痴漢騒ぎが殺しのアリバイになるなんて予想もしてなかった。そして江原に仲間がいることも審理の材料になかったはずだ。そこにアリバイ工作をされる余地があったかも。普通ただの痴漢に裏の意図があったり協力者がいたりなんてまず考えないし、証拠も殺人事件ほど念入りには調べない。でもあの痴漢事件の一部始終は防犯映像で撮られてました。物証だって十分揃ってます。ええ、ならその全てが本当に間違いなかったか一つ一つ確かめないと。じゃあどうします、また現場の駅へ行ってみますか。実際に事件があった時間帯に行ったらまた何か違う発見があるかもしれません。いや、あの現場で見られるものは全部見たと思うけど、沙織さんが言うように証拠を見直すのは今ここでできるよな。何か気になる証拠はありますか、八神さん。もし江原のアリバイが偽装されたものなら、証拠のどこかに細工の跡があるかもしれません。痴漢事件見直してみよう。江原のアリバイ偽装に使えそうな証拠は、被害者のパンツ。でもサングラスをかけた江原が1時間以上女性を物色してんのもなんかおかしいよな。IC カードか。事件発生か1時間以上前の午前7時43分池袋駅の自動改札機を通過している。まあこれは他の人が使えば別にそれはおかしくないのか。そうか、江原が殺した後に電車を降りた場所から右の点線の青い部分があるだろう。ここで監視カメラが見れないから、ここで入れ替わってる可能性があるのか、もしかしたら。だから電車の中で江原っぽい誰かが痴漢をして、でその後にこの監視カメラがない部分で入れ替わっても、入れ替わったら分かるよな、服装同じやつだもんな服装同じやつがそこでぶつかったら分かるよな。 なんで二人いるのってなるもんな。なんだろうな。下着の繊維と一致する成分が検出されて、やっぱパンツ見るしかねえじゃないか。被害者女性のパンツを見せてください。この証拠がちょっと引っかかるんだけど。あ、パンツじゃないこれ。警察が江原の手から採取した微物は被害者の下着の繊維と一致してます。これは痴漢の証拠としてはほとんど決定的と言えます。パンツを見せてください。満員電車の中でたまたま手が触れちゃったってことは。いえ、被害者は膝まであるスカートの裾から手を入れられ、お尻を触られていたんです。たまたまというのは無理がありません。なんかトイレした時にたまたまスカートがパンツに入ってたか。電車が動き出してからすぐに手が伸びてきて、新宿駅までの6分間被害者はずっと恐怖を感じていたそうです。被害者はどんな感じの人だった。会社員なんですけど、6歳になる男の子がいます。夫は工業デザイナーで共働き、名前は間宮由衣さんと言います。年齢は30歳。子持ちの OL さん。間宮さんに事件当時の状況を聞けば、映像に残っていない部分の情報を補えると思います。それに江原がアリバイ工作をしてたかもしれないと明かせば、彼女にも何か新しい気づきがあるかもしれません。ということは江原以外に当たれる人を見つけたかな。そうですね、わかりました。でもやっぱ痴漢って騒がない人もいるからな。今回騒がなかったらこのアリバイ崩れちゃうもんな。ただ相手は痴漢事件の被害者です。加害者を弁護してた私たちを歓迎してはくれません。うちはカムロ町の探偵だぜ。歓迎されねえのには慣れてるなあ。いつも窓から入ってるもんな。そうだ、海藤さん、少し時間ありそうだし飯でも食いとこうか。もしかしたらこの OL の人もグルなのかな。言われてみりゃ腹が減ってきた。海藤さんとデートだ。うん。
なんだあいつら、俺らのことが気になってるみたい。好きなんじゃない？あのチンピラたち？ RK か。背中からブスリと来る気かもな。引っ越してえな。カイトさん、あっちにもいる。向こうにもだ、ターボ。昨日のやつだ。やっぱ根に持たれちゃったのかな。怒ってる怒ってる。で、仲間集めて待ち構えてたわけだ、俺らを。だとしてもあんまり源田事務所の近くで騒がせたくないな。あっちから行こうか。おう。どうだ、軽トラで引くってのは。よう、やっぱりついてきてるぞあいつら。でもすぐにかかってくるわけでもない。どういうつもりだろう。煮え切らねえ真似しやがる。おい、用があんなら来いや。家でパーティーするぞ。なんだよ、遠くから煽ってくるだけか。落ち着かねえな。いや違うね。うわ、お前らも RK か。 RK なんでやったんだよこの野郎。いきなり頭にフルスイングかよ。イカれてんじゃねえのか。うっせえ。いっちゃ上がりだ。なんだありゃ。ああ、帰るんだ。完全にロックオンされてんな。いつの間にこんな町中 RK だらけかよ。ダボ、とりあえずここはつらかろうぜ。すぐにサツも来る。こっちは急に襲われた被害者なんだけどね。この RK と学校の先輩がつけてた謎のベルトの頭文字、意味があるんじゃないのか。敵は人海戦術で来てるわけか。撃ってほしい。こんなの冗談じゃねえぞ。ああ、それにこんな風に付きまとわれてちゃ沙織さんたちと合流できないな。巻き込むわけにいかないし。そうだな。ならこっちから RK に出向くか。うん？俺は阿久津もリーダーの相馬も全く知らねえわけじゃねえ。 RK のメンバーに手引かせるようなしつけりゃいい。そこらの雑魚いくら相手にしたってキリがねえんだからよ。こっちから出向くってカイトさんどっか当てあんの？やつらが馴染みにしてたクラブがあったはずだ。劇場前広場の裏手。最近は RK 以外の半グレも社交場にしてるらしい。まあまずはそこに行ってみようじゃねえか。タボー、ここだぜ。半グレのたまり場になってるクラブだ。ああ、でも奥は真っ暗、何の店かもわかんないよ。こんなとこ普通の客とか絶対入んなくない？ここは仇の世界にぽっかり開いたグレーゾーンへの入り口だ。行こうぜ。アクスたちがいりゃ話も早いんだがな。いや、クマの住みかね。おい、なんだよお前ら。誰の紹介だ？招待されてきたわけじゃねえ。アクツか相馬はいるか。俺らは八神探偵事務所だ。探偵？ここはクラブでしょ。入ってもいい？来ると思ってたよ、八神探偵事務所。
お前か。ずっと遠くから見てるだけだと思ってた。奥で阿久津さんがカイトを一人となら会うと言ってる。え、仲間かぜ。登場会が消えた後、あそこ抜けたヤクザたちは今うちにガンガン集まってきてんだぜ。なんでかわかるか。なんで知るかよ。ただのチンピラがうちに入ってきても F ランクスタートだ。でも登場会の元極道は最初から組織の中で B ランク待遇だからな。そこあんたなら A ランクで迎えるとさ、カイトーさん。チンピラの猿山の中じゃ当然だろうな。だがひとまず俺は話せるやつと会いてえってわけだ。さっさと阿久津んとこに案内しろや。結局組織が嫌だ嫌だっつって、また組織やんけ。肝が座ってる。阿久津さんに見込まれるわけだ。俺は店に入れてもらえないの？てめえはここで殺されねえだけありがたく思え。すいません。釣れないな。カイトーさん一人だけ奥にご案内か。じゃあ踊ってていいか、そこでクラブだし。心配すんな、タボ。すぐに済むって。アクスときっちり肩をつけてくる。そういうことだ。入りな。おい、大丈夫かよ。ピクシブとかにカイトーさんのエロ動画が流れるぞ。すぐに戻ってくんだろ。なら俺はここで待たせてもらうよ。勝手にしろ。乳首に洗濯バサミを挟まれたカイトーさんの絵がピクシブに上がるぞ。ち、目障りだな。まあな。そんなこと言わずに仲良くやろうよ。何見てんの？入って10分。奥で何が起きてるのかさっぱりだな。なあ、あのさ、ちょっとトイレ行きたいんだけど、店の中の借りてもいいかな？絶対エッチなことされてるって。ダメに決まってんだろ。行きたきゃよそに行ってこい。この奥は紹介がなき入れねえんだよ。あんたも RK のメンバー？なんか景気がいいみたいだね。ああどんどん人が入ってきてる。どんなことしてんの RK って。今カムロ町で稼ぐんなら RK に乗らねえ手はねえ。いい女も寄ってくる。へえ、ここでぼんやりスマホ見てるだけでも楽でいいね。うるせえよ。それとも本当に稼げる美味しい仕事は回ってこないのかな。そういうのは A ランクのメンバーで占められちゃう。あんたは見たところやっぱ F ランク。あ、なんだとこら。あれ、怒っちゃった。ごめんごめん、傷つけちゃったね。なめんなよこの野郎。前回一本悪いな。俺も相棒連れてかれてカリカリしてんだよ。結局上にね、金持ってかれるって言って嫌だったくせに結局序列作ってんだもんね。おお、すごい、メタルギアストリートみたい。お、すごいネオンが。なあ、さっきのシンガーをどこに連れて行かれたんだ？ああ、何でも阿久津さんがお呼びらしい。マジかよ。じゃあビップルームに通されたってことか？そうらしいな。カイトーさん、なんか俺もあそこには入ったことねえのに、あの新顔何者なんだ。めちゃめちゃ評価されてんだな。バーテンがいるな。あのバーテンちょっと俺に似てる気がするな。あー、そうかな。いいこと思いついた。まあグラサンしてるしな、なんとかなるのか。ほふく前進が早すぎるこの男。
出た、首の筋をちょんだ。ごめんな、ちょっとだけ寝ててくれ。やだな、トイレの床に転がる。威風堂々としてな、せめて戸は閉めてあげてくれよ。これが奴らにバレないはずだ。そうかな。いや、そうでもなかったな。さすがに全員に囲まれたらまずいことになる。おい、あんた怪しすぎるだろ、このバーテン。ふざけたこと言ってんじゃねえ。さっき酒持ってきてくれって頼んだじゃねえか。え、酒ですか。すいません、セルフなんですよ。なんだ、忘れちまったのか。俺のボトルだよ、ボトル。いえ、すぐにお持ちします。ちょっと待て、待つ時間が惜しい。やっぱボトルはいいや。そこでカクテルでも作ってくれ。かしこまりました。やべえ、酒飲めねえのに作れるかな。これはチャンスかもな。強い酒を入れて寝かしてしまえば敵の数を減らせる。物は試してやってみるか。あー、憧れるやつだ。やってみたいやつ一回は。なんでこれするのか分かってないけど。どうぞ。楽しそう。なんとか切り抜けたな。速攻性なさすぎないこれ。あの門番はちょっと手強そうだ。おう、ムキムキだぞ。全員さ、お金に困りすぎてない？こいつはすぐ小銭拾おうとするな。おい、いつもが着替えてる。あいにくだったな、阿久津。俺はお前の下につくほど安かねえんだよ。別にわざわざ探偵辞める必要もねえんだよ。ダブルワーク可能なの？ただ必要な時に必要なだけ RK に協力してほしいってだけだ。笑わせんね。それが十分鬱陶しいっつってんだ。いつまでもカッコつけてんなよ。こっちも部下の目があんだ。こんな袖にされたんじゃ顔が立たねえ。顔だのメンツだの、結局ヤクザじゃねえか。そうよね。登場会の後釜にでもなろうってのか。お前と相馬で仲間なら他にもいる。極道崩れとチンピラのガキでもだろ。そんな寄せ集めで何ができんだ。だからあんたを誘ってんじゃねえか。寄せ集めを鍛えてやってくれよ。睨みの利く心強い仲間が欲しいんだよ。クズどものお目付け役をやれってか。興味ねえ。カムロ町の裏社会はまだまだ金になる。そこにもう登場会の極道はいねえ。俺らだけでいくらでも食い荒らすことができんだ。で、たっぷり稼いだらその後は堅気に戻って悠々自適よ。堅気に戻ってだと？おおよ、何か自分の好きな店持つとか、初恋だった女と初対持つってのもどうだ。ロマンチック。極道にはできなかったことだ。だったら俺へのこの勧誘は何だ。一度裏の世界に足突っ込んだやつはそのしがらみから逃げらんねえ。俺を世間知らずのガキどもと一緒にすんな。どうやら話の種も尽きてきたみてえじゃねえか。お前らがどんな組織立ち上げようが俺は知らねえ。だがこれ以上つきまとってくるようなら遠慮なく叩き潰す。もう俺らに構うな。俺らねえ、もしかして相棒に遠慮でもしてんのか。なんだったら八神も入れてやるさ。え、いいの？もう構うなっつってんだぜ。
そりゃお前の態度次第だろう。仲間にならねえやつは敵とみなす。バカと組む気はねえ。そうかよ。おい、みんなここに集めろ。ええ。おい、全員こっちに来ちゃったよ。こんなことになるんじゃないかと思ったからさ。てめえ。ほら、お前がここに来ることまでお見通しだったぜ。おい、天才かよ。かかってこないならもう行かせてもらうけど。行かせるわけねえだろ。ああ、素人がそんなもん簡単に出しちゃって知らない？お前らこそ何にも分かっちゃいねえ。もうこの街は俺らのもんなんだよ。誰がお前らの街だって？バカ言ってんじゃねえ。まだ俺の許しが出てねえだろ。かっけえ。わあ、カイトさん。おお、何ちんたらやってんだ。はい、そうそう。おお、やっちまおうぜ。ほら、寝てんじゃねえよ。うっし。おっしゃ、てめえら。タフすぎるこいつ。あの坊主の子に労災下ろしてってくれ。頭数揃えたってこのざまじゃな。何か言いたいこともあるか、阿久津。あんたらのスタンスは理解したよ。ならもう俺らにつきまとうな。ああ、いいよ。分かった分かった。それでいい。な、阿久津。なんでここに？いつからいた？来たのは今。ああ、こりゃむちゃくちゃだ。かっこいい。玉木宏だ。あいつが相馬だぜ。RK のリーダー。ああ、だと思った。お前、分かった分かったってなんだよ。何にも状況分かってねえだろうが。分かった分かったって言うやつ絶対分かってないからな。カイトさんに勧誘断れたんだろ。で、そちらは八神探偵事務所の所長さん。何年か前までは弁護士、今はカイトさんの相棒だ。現場は俺に任せるんだったろ。お前は簡単に出てくんな。それだとお前に好き勝手されちゃうじゃん。たまには俺も顔見せて締めなきゃ。風邪かい？誇りっぽいとこうなるんだ。組にいた頃はよくこれで親父たちに殴られた。汚ねえ音出すんじゃねえって。かわいそう。で、噛まずにほっとくと今度は鼻垂らすなって殴られんだろ。ああ、そうそう。やっぱりあんたとは一緒にやりたかったな、カイトさん。カイトさん、好かれすぎだろ、今さ。あんたもだよ、八神さん。足もいつかあんたらに入っとけばよかったと思われるように RK をでかくする。見返してやる。だけど当面そっちにはお構いしない。これでいいか。話が早くていい。マジで言ってんだぞ。リーダーってのはそうでなきゃな。玉木宏の部下だったら入りたいな。まだ何か？今日は街であの写真の男は探してないの？ほら、手下たちに探させてたやつ。ガールズバーのマネージャーだっけ？絶対横領したもんな。何年か前にカムロ町から消えたって。あいつのことはもういいのか？ああ、どうやらもう死んでるらしいってとこまで分かった。殺されたんだな。最初からカムロ町で急に姿消えたってやつだし、別に驚きもしないよ。どうも。少しだけ気になってたんだ。お役に立てたようで何よりだ。思ってたより侮れない感じかな、 RK は。メンバーはほとんど素人みたいなもんだったけど。ああ、さっきの相馬が元登場会のはぐれもんを積極的に引き入れてるらしい。で、そいつらが詐欺やら切り取り、
叩きなんかの手口をチンピラに伝授してやってんだと。うん、闇仕事のハローワークだ。主要メンバーだけなら50だが、一度でも関わりを持ったやつを全部カウントすりゃ2000は超えてるらしい。大企業じゃん。話半分でもなかなかだね。今この町は極道の次を誰が取るかって時代だ。 RK の他にも半グレたちが隙を伺い合ってる。カムロ町の平和もそろそろ期限切れってとこか。沙織さんだ。もしもし。白崎です。すみません、お待たせして。痴漢被害者の住所とプロフィールが見つかりました。ああ、マミヤさんだっけ。マミヤユイさん。ええ、東池袋のマンションに夫と子供の3人暮らしです。これからアポなしで行きます。わかった。じゃあ俺も一旦そっちに戻るよ。了解しました。お待ちしてます。聞こえてたぜ。行ってこいや、タボ。そっちに俺の出る幕はねえだろうしな。不安だな、一人残すの。終わったら事務所に帰るから。奥さんじゃん。